エスキースの栗とコーヒーのほろ苦タルトエスキースは長野県長野市上地と世町の洋菓子店。2002年3月タルト専門店としてオープンしたタルトや義毛ブをメインに販売している埼玉県新座市に本社を置くデザイン会社サン区が母体。店長の沼平3名が女性が女性の幸せのためにというコンセプトで立ち上げた。 エスキーストはフランス語でスケッチという意味である。店舗の場所として新州を選んだのは当時の上司がたまたま長野県出身で長野の広大な自然や豊かな農産物に強い感銘を受けたことが誘因になった。オープンした時は品揃えを絞りフルーツに合うタルト専門店としてオープンさせた。昭和通りに面した店内は南フランスの田舎をイメージして 白壁仕上げになっている。開店当初は宝石箱に見立てたというショーケースが置かれていた。しかし、開店当初は思ったようにタルトは売れなかった。沼田は聖火衛生士の資格を取り、スタッフが他の洋菓子店の商品を食べ歩いて研究を重ねた。美味しいだけでは売れないと、沼田は元グラフィックデザイナーの経験を活用して盛り付けにもこだわった。フルーツも、 色彩を考慮して華やかに配置した。やがて、長野県産の果物を多く使ったタルトは人気となり、開店から半年で話題を呼ぶようになった。一人で14から15コマと目買いをする顧客もおり、開店から4時間で売り尽くすこともあった。果物は季節によって取り扱いが変わり、2002年の夏には、白桃、ソルダム、ネクタリンを桃のババロアと、 桃ジャムで仕上げた桃のタルトが登場して、顧客の関心を呼んだ。秋には栗や、さつまいもを使ったタルトも販売される。紅茶やココナッツ、チーズを練り込んだ、クッキーなども取り扱う。タルトの土台やソース、ジャムは保存料や着色料などの添加物を使用せず、すべて手作りで作られる。ラズベリーフィーリングというブルーベリーとクロゴーマを使った黒い洋菓子は、 全国菓子大博覧会で最高賞を受賞し、産経新聞でも取り寄せベリー系スイーツベスト3として紹介された。2014年からは農園を借りて、商品に使用するラズベリーの栽培を開始した。2014年現在はネット販売への特化を進め、長野の店舗には看板もショーケースもなくなった。取り扱い商品の中心はバースデーケーキに移行し、 冷凍して全国に発送する。ネット販売が中心になっても、盛り付けには凝った。フランスの洋菓子では、脇役扱いされる疑問文をカップに可愛らしく、盛り付けて販売したところ顧客の反応は上々だった。パティシエとして修行した人にはない発想というのも、この店の自慢とされる。最大手の楽天市場では、フルーツケーキ部門で、注文数1位の常連となった。 2015年には楽天スイーツグランプリのバースデーケーキ部門でグランプリを受賞した。ありがとうございます。